裁定を下します。これはあなたの善の軽さ、そしてあなたの罪の重さ。さあ覚悟はできて、クストス・モルム。はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はエルメロイコラボで新しく実装されたアストライアについて解説していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。そして自分アストライアっていうのが地味に言いにくいんで、多分今後ルビアさんと勝手に呼ばせてもらいます。でまず、星4ルーラーの中でステータス的に言うと、ルビアさんに関しては攻撃力と HP ともにトップレベルです。トップというか1位です。まあって言っても星4ルーラーに関してはルーラーマルタさん、ケツアコアトルのサンバーで、アストライア、ルビアさんしかいないんで、まあ3人の中で一番火力が出るし体力も多いと思ってもらえれば大丈夫です。そして次、スキルですね。スキルは FGO のウィキペディア参考にしております。まず第一スキル、味方単体の攻撃力をアップ、防御力をアップ、 NP 獲得量をアップ、ともに3ターン。第2スキル、自身のアーツ性能を一旦アップ、そしてスターを大量獲得。そして第3スキル、スターが5個以上ある場合のみ使用可能、デメリットとしてスターを5個減らすんですが、自身のスター集中度を一旦アップ、そしてクリティカル威力を一旦アップ、そして NP を増やすというスキル構成になっております。でまあ全体的にもうわかると思います。見た感じわかる。めっちゃゴリラです。本当にルーラークラスってゴリラしかいないのかっていうぐらいゴリラスキルとなっております。でまあ上から解説していくんですが、まず第一スキル、味方単体の攻撃力アップ、防御力アップ、 NP 獲得量アップなんですが、これはともに全て、倍率は一緒となっております。レベル1で 10%、 レベル10で 20% アップしてくれるんで優秀だよね。攻撃力アップついてるんで、まあルビアさん自身に打つと火力アップする、そして NP 獲得量アップついているんで、まあ防具回転率も上げられる、そして防御力アップ、耐久が効く、これがいい。うん、全てもう正直なところ第一スキルでもうほんと何でもできるんだよね。でこれ味方単体に付与なんで、まあアストライア、ルビアさん自身に打つのもいいし、まあサポートというキャラクターの防御、まあ、耐久させよう、かつ防具を回させよう、弾元とかに使ってあげるとかもいいね。そういうのでしてあげるとさらに防具回転率が上がる、かつ火力アップも見込めたりするんで、もう第一スキルに関しては結構優秀。ただまあ全て、3つのスキルを、重複して、発動するんで倍率はちょっと低めとなっております。そして第2スキル、自身のアーツ性能アップ、これはレベル1で 20%、 レベル10で 30% アップしてくれます。なのでこのスキル打ってあげて宝具でアーツチェインとかしてあげると、まあ第1スキルとうまく合わせてることで宝具2連発とか簡単にすることができます。そしてスターを大量獲得、これに関してはレベル1で 10% じゃない、レベル1で10個、レベル10で30個増やしてくれるんで、まあクリティカルがめちゃくちゃしやすい。でクリティカルがしやすいとどうなるかっていうと、この NP 獲得量アップと攻撃力アップ、これがさらに生きてくる。素晴らしいですね。そして次、第3スキルなんですが、スターを5個以上ある場合のみ使用可能なんで、星が5個ないと第3スキルに関しては発動することができません。ただ第2スキルの星を大量獲得してくれるので、このデメリットはあるようでないようなものなんで、基本このスター5個以上ある場合のみ使用可能、これに関しては基本気にしないでいいかなと。そして自身のスター集中度アップなんですが、これはレベル1で 300%、 レベル10で 500% アップしてくれるんで、クリティカルがしやすくなる。でクリティカルしやすくなると、まあこの1と2がすごい行きやすくなる。そしてかつクリティカル威力アップ、ついております。これに関してはレベル1で 30% アップ、レベル10で 50% アップしてくれるんで、めちゃくちゃ強い。火力は上げられるよね。そしてそこから NP を増やすなんですが、 NP に関しては 20% 固定となっているんで、まあスキル上げをしなくても OK って考えると結構楽かなと思います。でまあ全体的にもう全部のスキル結構壊れてはないけど優秀すぎるよねっていうのはあるかな。もう
まず第3スキルを使用するために第2スキルを使用する。で第2スキルを使用した時に NP も増やしてくれる。そしてその際に第1スキルで火力防御 NP 獲得量アップしてる。で第2スキル使用してるんでアーツ性能アップしてます。そして第3スキルスター集中クリティカル威力アップあるんで、全て噛み合っております。なので本当にゴリラです。はい。そしてスキル上げの素材なんですが、素材画像をポンと上げております。素材に関してはルーラークラスということなんで、セイバー、キャスター、すべてのクラスか、セイバー、アーチャー、ランサー、もうすべてのクラスの、秘石、魔石を12個ずつ使いますね。うん。なのでまあスキル上げはすべての、クラスの青色のビー玉、赤色のやつ、黄色のクッキーが必要となるんで、そこちょっと辛いかなかな。そしてそれ以外で言うと、オーロラが、合計30個、そして鏡が36個必要となってくるんで、まあ割かしボックスイベとかを結構開けてる人に関しては楽かなと思うんですが、まあやっぱオーロラと鏡がね集めにくいっていうのもあるんで、そこら辺がちょっときついかなと思います。そしてスキル上げの順番なんですが、これ正直何でもいいんだよね。ただまあ火力アップっていうことを考えたら、やっぱり、213でいいんじゃないかなと。213もしくは231かな。うん。ただもうアストライアもに関しては全てのスキルが優秀なんで、まあ上げれるんだったら並行して全部上げていくというやり方でもいいんで、とりあえずスキル上げの優先度としては全部高いと思ってもらえれば OK です。そして次、クラススキルなんですが、単独行動 A、 クリティカル威力がアップしています。 A なんで相当アップしてます。そして陣地作成 A、 アーツ性能が相当アップしております。 A、 女神の神格 B、これは余ダメージプラス付与と弱体耐性アップしてるんで、火力が上がりやすくなってる、かつデバフが効きにくくなっております。そしてスキル4に関しては今回のイベントのみなんで飛ばさせてもらいます。そして次、宝具なんですが、宝具は敵単体に超強力な攻撃、そして悪特攻の攻撃、これはオーバーチャージで特攻火力がアップ、そしてスターを大量獲得という宝具になっております。で悪特攻がオーバーチャージで変わるんですが、オーバーチャージ1で 150% アップ、2で 162% アップ、で最大オーバーチャージ5で 200% アップしてくれるんで、だいたい悪特攻が入った時火力はまあ10万出るとしたら、そこから 150% アップするんで、まあ1.5 倍になるから、15万から18万ぐらい出るんじゃないかな。まあ超単純計算だと思うけど、まあ相当火力に関してはアップしてくれます。ん？違うか、計算が違うか。まあいいや、まあ純粋に火力アップと思ってもらえれば OK です。そしてスター大量獲得、これは20個固定です。でこのスター獲得20個めちゃくちゃ強いんですよね。なぜかっていうと、まずここでまあ第2スキルで星獲得します。でこれで最大30個だよね。で30個でまあアーツクリティカルとかで星結構出してくれるんですけど、アストライアさんは。なので宝具を打つのを連発させることで安定してクリティカルを出すことができるんで、このスター大量獲得結構他のサーヴァントと比べたら、このスター大量獲得に関しては相当鬼になってます。というかゴリラをさらにゴリラしてるという感じです。そうしますの。あなたの罪を計りましょう。我が宝石庫はこの夜空、あなたの罪はこの星の数、クッソスウォルム。こうかしら、光よ、私の宝石たち、これがとどめ。そして次、コマンドカードなんですが、コマンドカードはクイック1枚のアーツ2枚のバスター2枚というスキル構成になっております。コマンド構成となっております。まず急性能なんですが、急性能はそこまでまあ普通、いやそこまで良くないね。うん。で急、に関しては
旧アーツアーツで殴るよりもアーツアーツ旧とかで殴っといた方がいいんで、まあ本当に旧性能に関してはおまけ程度と思ってもらえれば大丈夫です。まあ旧性能を補うために第2スキルもしくは宝具で、補うという感じで OK かな。そうしますの。光よ、こうかしら。打撃戦の用意はよくて、せいや。そうぶっと、ぶっそうしますの、こうかしら。光よ、打撃戦の用意はよくて、せいや。そして次アーツ性能なんですが、アーツ性能はめちゃくちゃいいです。はい、もう特に文句はないというか、この陣地作成 A 持ってるのとこの第1と第2スキルでさらにアーツ性能を上げてくれるんで、もうアーツに関しては特に言うことがありません。めちゃくちゃ強いです。任せなさい、こうかしら。こうかしら。私の宝石たち、これがとどめ。ぶっと、任せなさい、こうかしら。こうかしら。私の宝石たち、これがとどめ。ラストバスター性能なんですが、バスター性能もいいです。ただバスター性能に関しては毎回毎回使うかって言われるとちょっと違うかなという感じかな。まあスター大量獲得でクリティカルが確定でできる、もしくは、第3スキルを使用してる時に使用してあげると、バスター性能の火力はめちゃくちゃ、高くなってきます。ただまあ宝具がアーツ宝具っていうのもあるんで、まあアーツ宝具バスターバスターってやるよりもアーツ2枚で、アーツ宝具アーツアーツで宝具をめっちゃ回していくってやった方がアストライアに関しては強いんで、まあバスターも、まあ宝具が溜まってない時にクリティカル打てそうだなっていう時に使ってあげるとまあいいんじゃないかなと思います。そうし、任せなさい、こうかしら。打撃戦の用意はよくて、せいや。そしてルビアさんと会うサーヴァントとしてはここら辺になるかなと思います。まず玉も言わずもがな、孔明も言わずもがなで、キャスギルアーツ性能、スター星出し性能、あとは攻撃力アップ、あと防御要因としても使える、そしてパラケルスアーツ NP の補助、そしてガッツもあるんで耐久をさらに上げる、ヨメネロ攻撃力回復要因、そして、NP 獲得量アップ要因、マシュ防御要因ですね、耐久をさらにさせやすくする、で白ジャンヌ、まあルーラーで合わせてあげるとめちゃくちゃ鬼硬い、そしてラリオに関しては、アーツの補助、そしてクリティカルの補助、まあ NP の補助とかもできるね。で、水着 BB に関してなんですが、コマンド固定させて、まあ、アーツで、宝具ぶん回していくってことをさせると、まあ、宝具3連発とか簡単にできるんで、まあ、そこでいいかなと思います。ただもう、ルビアさんに関して、まあ、動画に関しては、宝具2連発飲んで止めてたんですが、特定の条件、ライダーキャスター相手だった場合、宝具3連発、短期になるとすることができる。あとは水着 BB 使ってやってあげるとすることもできるんで、なんか今後結構高難易度で使えるんじゃないかなと予想してます。そして、おすすめの概念霊装なんですが、アーツ性能アップ、NP 獲得量アップ、クリティカル威力をアップ、あとは宝具威力アップ、この4つから選んでいけばいいかなと。で、マスターと旧性能に関しては正直そこまで見ずに、もうアーツで宝具をどちらかっていうと、アーツで宝具をぶん回していくっていう使い方をした方が圧倒的に強いんで、とりあえずこの4つから選んでおけば、まあ概念霊装は問題ないかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。